今回は振袖着付け、裾とか襟合わせ、おはしょり、苦手なところをゆっくりやってみるね。それでは始めます。最初に床に何センチついているか、まず絶対見てくださいね。はい、襟先から一手、だいたい20センチのところで襟付けを持ちます。襟付け持ちますね。はい、背中心を持ちます。背中心です、ここですね。はい、でこのまま同じ位置を持ったらヒュッと上げます。床につきます。はい、前ギュッと引きます。前にテンションかけて引いてきました。はい、ここでグッと持ちます。はい、こうですね。はい、よいしょ。はい、こう持ちました。もうちょっとこれぐらいかな。はい、そうしましたらですね、はい、まず上前をまっすぐ決めます。うわ、この人細いからずいぶんね。はい、じゃあシュッ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 と引きましょう。はい、引きました。どうでしょうか。これでももの位置に来たかな。はい、こんな感じです。はい、そしたらこっち下前です。はい、下前が、はい、床をこう上がらない、上がらない、そのまんま床すれすれのまんま来ました。はい、ここでギューッと上げますね。はい、そしたらこのシワ取りました。はい、こちらも、はい、床すれすれで来ますね。はい、ここで5センチ上げます。はい、テンションここにかかってます。はい、このまんまここでキュッと押さえておきます。はい、ね、上がった部分だけこうやってお首が歪んでるでしょ。はい、そしたらここで、はい、一つ持ちまして、はい、ここです。ここのウエストのところ、ウエストのところは緩みがあります。ね、見えるかな。ウエストのところはこちらに曲がって緩みがありますね。はい、そしたらこの余り分を、ちょっと、よいしょ、見えるかな、はい、この歪んできたここを後ろから、はい、余り分を持ってきて、ここです。ここでタックを取ります。はい、お首がまっすぐになりました。ここですね、こう。はい、こちら左の手も後ろきっちり、こちらも後ろきっちり。そしたら、はい、紐を、はい、1回2回、はい、バックかけて、はい、ここへ、なるべく先っぽへキュッと、はい、かけておきます。よっと、はい、かけておきました。そしたらどうでしょうか。よし、ね、今ざっとだけど、はい、お首がね、ちょっと今曲がってるけどまっすぐ来たでしょ。はい、そしたらポンとすることは、今ここでタック取った、はい、今ここでタック取ったこの分です。この分、この分、ここでね、ほら、ここでタックこうして、これ前後ろとかぶせたでしょ。こっちにかぶせた、かぶせたタックをこちらへ、ここへ持ってきて、戻してきて、戻すと裾線がシュッと締まるから。そしたらこの、ほら、今だとお首こっち行ったでしょ、タックもこっちだから。はい、そしたらこれを押さえまして戻します。はい、よいしょ。はい、はい、こうするとほら、お組線がこっちに行ってたのが、はい、戻ってきた。そうすると、ここでほら、合いやすいでしょ？ね。はい、そんな感じです。はい。そして、裾を見ます。はい。大丈夫ね。はい。はい、後ろも見ます。こうなってる。はい、ね、こうなってる。はい。そしたら、はい、ここ。押さえて、キュー、まっすぐです。はい、これでも。ここも綺麗に入れる。ここ綺麗に入れちゃおう。そして向こうへ。はい。ね。そして後ろ綺麗に見えます。はい。裾線を。はい。ちょうどね。こんな感じです。はい。そしたら、ここに手を入れて、こんな感じ。これで、おはしょりが、はい、綺麗にきます。ね。はい。そんな感じです。OK。
綺麗にこう来ました。そしたら今度こっち、もう下はいいから上行くよ。よいしょ。はい、今これ見えるために止めてたね。はい、はい、引っかかってたら取って、今後ろ綺麗にしたでしょ。はい、そしたら今度は前を、はい、ここをかぶせて、ここよいしょ、はい、肩にしっかり乗せて、はい、ここほら、こういうふうにまず一回綺麗に布目がきちんと引っかかってないかね、引っかかってないか見て、こういうふうにしときますね。はい、そしたら今度は襟ですよ。はい、ここですね。はい、これ今 10.5 あるのでだいたい 3.5。 この方細いので身幅あんまりあるとタックが子供みたいに出ちゃうので、まあ3センチにしましょうか。はい、そしたらはい、ここでこれはあくまでも5ミリ、5ミリ、5ミリと出てる感じね。はい、ここ揃えます。そしたら、ここでピーンとこう、まっすぐピーンとしといて、はい、ここで、こちら側に行くときに、この上っ側、この手を、ちょっと上に上げると緩むんですよね。縦襟はピン。ね、そして襟がふわっとしてました。はい、そしたらここで、この中心のここで、5ミリをきちっと持って、ね。はい、こう、ちゃんとこう、同じように来てるかなって言って5ミリを持ったら、ふわっとしたまんま、はい、ここで方向転換します。はい、そして、空気をスーッと、ね。この肩引っかかってないように、こう、キュッときて、シューッと持ってきます。はい。で、このまま持ってきたら、三角上げで、縦締めにかけます。この手をヒュです。反対側でやってみるね。こう、ね。はい。そしたら、ここで、お客さん、押さえてくださいって言って、ここ押さえてもらう。ね、押さえてもらう。ね、はい。そしたら、さっきね、これ反対側でやったけど、こういうことで、ね、いつもやってるんだけど、はい、ここね、揃えます。そしたら、ね、ここで押さえたら、ね、ここで、この反対側の三角形に、ここで、こう、こういうふうに、こうやってあげてます、下前。で、ここ押さえてくださいです。ね。ここ押さえてもらってるでしょ？はい。ま、これ今、下前がこうなってますよってことです。いいですか？こう持ってきて、はい、ここで、ね。はい。こう上がって、こう上がって、で、ここが、ほら、ね。三角形になってる。ね。そういうことです。はい。じゃあ今度こっちやってみます。肩に乗せます。はい。ね。はい。ここあんまり、細くせずにピーンです。まっすぐピン。はい。そしたら手を入れながら、上線をちょっと緩めたぐらいで、はい。ここの肩も、親指でこの肩も持ちながら、方向転換しましょう。ね。はい。方向転換しましょう。はい。お客様手を抜いてくださいって抜いてもらいます。はい。はい。三角上げたまんま、三角上げたまんま、ここを、はい。ここ引きます。ここで氷に使われる方は氷に使ってください。はい、押さえました。ね、はい。はい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 もうるさいし、バックミュージックもうるさいし、先生の声ちっちゃくて聞こえんしって、はい。ここでね、はい。慣れない方はここで行きます。はい。はい、タック取れてない人は、このまんま行ったら、はい。ここで、はい、シューッと、はい、ここでキュッ。はい。よいしょ。1、2、6のシュです。はい。で、延長線上かけておきます。はい。こっちも先っぽで後ろにかけておきます。こうです。ね。はい。そうしましたら、まず襟合わせいきます。はい。襟の余り分を、ここの下こう持って、ね。はい。ここで最初にギューッと寄せると、ここテンション。この三角に上げたここ手入れて、ギューッと押さえると、ここテンションかかります。ね。はい。そしたら今度こっちも、はい。このまんま、あ、ちょっともうちょっとこっちかな、もうちょっとこっちかなっていうところに、はい。よいしょ。で、こう来たら、はい。ここを、はい。こっちに引きます。下へ引かない。ね。下へ引いちゃうと、形が変わっちゃうから、ね。下に引きません。はい。こんな感じです。ね。はい。
そしたらここで一回チェック。1、2。まあ、おはしょりがちょうどになっちゃったわってことは、腰紐もちょっと高かったか、はい、まあ、こうやってちょっと下げましょう。はい、そうすると出てきます。はい。ね、はい、なんとか出てきました。じゃあ、後ろ行くよ。はい。回してるから時間かかって仕方がない。はい。中心押さえたら、はい、背中心揃えます。ね。はい。私、どうしても右利きで、こう、くっと、右の力が強いので、多少歪むんですよね。自走の時に、ほんと困るんですよ。そのあれがあると。癖があるとね。はい。で、ここを綺麗に、はい、こう引いときます。ね。ここ、あんまり引きすぎると、パカパカしちゃうから、ここ押さえながら引いてください。はい。そして、おはしょりですね。おはしょりきれいに出してますから、はい、ここで。はい、下線がおはしょりとまっすぐでいいです。背中心とこの下線は、その方の、太り具合っていうかね、身幅によって違ってくるので、はい、ここを揃えました。はい、ここでタック取りましょう。はい、ここです。はい、まず、はい、お袖を合わせて、はい、振りを合わせます。はい、振りを合わせました。持ちました。はい、よいしょよいしょ、どこ？はい、ここでした。ね、脇線ここ。はい、脇線ここ。はい、前、後ろ。はい、ちょっとかぶせます。余り分も引いとくね。この脇のとこね、引いとくね。はい、この脇、見えないよね。よいしょ。自分だけ一生懸命になっちゃうと見えてないって言われて。この肩からずーっと来たところの中心のところに、はい、この余った部分とかこう引いた部分をここで1センチ被せます。ね。はい。被せました。よいしょ。ちょっとこれ今、紐がね。よいしょ。紐どうこう。はい。紐ここかけ直したよ。はい。ここ今、紐が外れそうだったから。はい。ここね。はい。そうしました。じゃあここね、すごい、こんなに余ってるじゃないですか。はい。お袖は合ってる。だけど、こんだけぷかぷかしてる。はい。ここをですね、よいしょ。はい、いきますよ。襟、いい形にちょうど合わせて空気を抜いたら、ここと、ここで、ピッと、ね。止めます。なんでゴムしてんの？はい。よし、止めます。ゴム邪魔。はい。ここ、押さえます。押さえて、ここ、ここ、ここ。ね。はい。そしたら、この身幅の余った部分をこっちへ、下、紐の下持ってきます。こちらに。ね。はい。そしたら、この襟肩空きのところのつまんだところを持ってきて、はい。ここからギューッと手を入れて、一回。ね。はい。で、被せます。被せます。はい。被せたら、被せてここ綺麗になったら、シューッと上げます。ね。被せます。はい。いきます。こうです。あくまでも、ここは押さえててください。この、こういう形で取ってください。そうすると、ここがピタッときます。ね、どう？こっちとこっち、タック取った人と取らない人、随分形が違いますよね。はい。もうちょっと上見ようかな。はい。よいしょと。はい。じゃあ、こっちもです。はい。見えるかな？よいしょ。おいしょ。はい。ここですね。はい。ここで、ほら、長さ上げてるけど、ね。はい。この脇線のところを前へまず持ってきます。そしたら、この余り分、この、ここの余り分をきれいにこう、きれいにこっちへ引いときます。はい。ね。で、脇線がここ。ね。はい、そしたら、ここですね。脇がここ。はい。じゃここで1センチ被せました。被せたよ。ね。はい。じゃこっち、落としました。はい。ここ押さえます。ね。はい。で、こんだけ、この、お袖は、ここで今合ってるでしょ？合ってる。ね。はい。このぷかぷかの分だけを押さえまして、はい、ここも伏せて、折り紙みたいにね。はい。そしたら、はい、ここを、シューッと持ってくる。ね。そうすると、ここに、ね。ここ綺麗に。よいしょ。はい。はい。タックが取れました。ね。タック取ったら、はい、よいしょ、これがあまりにも前行ってると、ね、前行ってると大変なので、ここをちょっと後ろに、ここね、タックの後ろ側、ここをもうちょっとこっち。どうせやったら戻しておいてあげると、とっても動きやすい。
ここの、この距離ですね。はい、こっちへちょっと戻した。そしてタック引いたら綺麗になった。はい。はい、これで綺麗になりました。はい。そしたら、測るよ。1、2、38センチ。ああ、2センチぐらい長いなっていうね。はい。そしたら、この手を入れまして、はい、ここでぐーっとこう、持ってきて。持ってきて。はい、このままシューッと持ってきて。ね。はい。そしたら、ここで、はい。よいしょ。はい、止めました。止めました。そしたら、うん、よいしょ。この線と、この線が、一緒になって、このくちゃくちゃが綺麗になればいいわけでしょ？じゃあ、ちょっとこれ。はい。ちょっとごめんなさいね。止めておくよ。はい。ここです。ここがね、見えるかな？はい。よし、私が座って。はい。まず、ここね。はい。ここ綺麗にこう来てました。はい。ね。で、ここがね、短いなと思ったら、これ引けばいいです。そうするとここ出てきます。ね。このおはしょりの幅分で、ちょっとシワを寄せても大丈夫。ここ移動しないから、ここだけ、ちょっと上げとく。ね。上げとく。はい。そしたら今度ここを下ろします。ね。ただ、ここにほら、縫い目ピューとあるでしょ。これが下がってるから部がつくわけ。これはボックスで上げます。はい。平行、床と平行に来ました。ね。床と平行に来ました。はい。お腹の、ここですね。はい。この三角形を引いて、ここで、取ります。はい。そしたら、この奥目線の10センチぐらい上をこうやってギュッと持ってきます。押さえます。よいしょ。押さえます。はい。押さえたら、ここを持って、ここ引きます。ほら。そしたら、はい、ここでクリップで止めておきましょう。ね、はい。そしたら、見て、後ろ、くる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 っと切るでしょ？はい。ね、はい。こっちも、くるくるくる、黒い着物で見えづらい。よいしょ。はい。こう来た。じゃあちょっとこれ下ろしとくね、お袖。はい。もうこれおはしょりできてるじゃないですか。はい。そしたら、ここです。はい。この分の、よいしょ。はい。ここですね。奥身を揃えて、はい。奥身線がなるべくこっちへまっすぐ来るように押さえます。ね。はい。そしたら、おはしょり紐しなくってやれる人すごいと思うよ。私、絶対できないのね。はい。よいしょ。はい。ここ持ちました。こうね。はい。そして、ここに、かぶせて切ったら、はい、ここで、この余った部分を、ここね、ウエストの部分をこう持ってきて、ここでタック。よいしょ、はい。で、これはあんまり強くしなくて大丈夫です。よいしょ。私の頭って見えないかなと、はい。こっちからでいい。はい。立て上げときます。はい。そしたら、ここで、はい。おはしょりを、こっちへ、なるべく。こっちへ。よいしょ。で、ここで、ボックスへ取りました。あ、ゆっくりやるのも大変。はい。ほいだら後ろ。ね。はい。お太鼓じゃないから、ここのおはしょりきれいにするよ、ここ。はい。ここで、中心から、こっちへ持ってくる。よいしょと。よいしょと。ね。こう持ってきたいけど、なかなかこう来れないから。はい、こう持っていく。そして、この余り分が出た分は、ここで、はい。タックを取っとけばいいね。はい。こんな感じでおはしょりができました。はい。そしたら、はい、伊達、締めをしましょう。はい。この伊達締めはもう、胸、紐、幅広く長襦袢みたいにしなくていいので、もうこのまま斜めに上げて、はい、こんな感じで。よいしょ、はい、あら、ほい。ここ、はい、よいしょ。はい。これで、こちら側を隠したいと思ったら、こうくればいいしね。はい、よし、こうして。
長ければ、はい、後ろの先を入れましょう。はい。どうでしょうか。補正してるけど、補正してこっち側に入れたけど、ここに余った部分がこうやってくるので、帯がね、多少計算しないとボコッとなっちゃうので、そこだけ気をつければね、いいと思います。はい。で、このおはしょりは、この伊達締めは、今ちょっと上行っちゃったけど、おはしょり紐が見えるぐらいの位置、おはしょり紐を隠す必要がないので、おはしょり紐がちょっと見えるぐらいの位置で、やったらいいと思います。はい。じゃあ、ここでお着物ができました。今回の動画はどうでしたか？また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。励みになるので、グッドボタンもお願いします。